じゅんちゃんの一言。寮の近くの薬局で化粧品を買う。日本に留学に来て間もない頃のことでした。朝起きてシャワーを浴びた後、顔に化粧をしようとしました。ところが、化粧品があまり残っていなかったのです。 今日の授業が終わった後に買いに行こうと思いました。ふと思い出したのですが、寮の近くで化粧品をセールしていました。そうだね、そこで買わなきゃと決心しました。そこは薬局だったのですが、日本の薬局は韓国と違っていろんなものを売っていましたが、その中で 化粧品も売っていました。授業を終えて寮の近くにある薬局によって化粧品を買おうと入りました。いらっしゃいませ。何を探していますかと薬剤師は声をかけました。はい、私が探しているのはスキンです。セールをすると聞いてきました。そうですか どんなスキンを探しているのか教えていただけますかと薬剤師が聞き返したんです。普通のサイズをくださればいいと思いますと答えました。じゃあこれはどうですか普通サイズで現在セール中ですと薬剤師が品物を見せてくれました。ところで思ったよりサイズが小さかったのですが、 それでも韓国の為替レートを考えるとちょっと高いようなので使ってみて気に入ったらまた大きいサイズで買おうと思いました。派手なデザインで作られたものが高級に見えました。その商品を手にした瞬間軽すぎて疑問に思い始めました。商品をあちこち見ていた瞬間 どこかで見たような絵が描かれていました。それはコンドームでした。スキンがコンドームだってこれはどういうこととしばらく混乱に陥りました。日本ではコンドームをいろんな名前で呼ばれることを知るわけがない私としては戸惑うしかありませんでした。すみません。 また来ますと言って慌てて薬局を抜け出しました。